最初は、主人が一人暮らしを始めた時に北欧の家具の美しさだったり良さにこうハマってしまって、でそこから、少しずつ集め始めてはいたんですが、二人で結婚を機に暮らすとなった時にどちらの趣味も、合わせて楽しめるようなインテリアはどんなものがいいかなと考えて、その時に北欧のインテリアっていうのが一番合っているんじゃないかということで、北欧のインテリアを目指して、家作りをすることに決めました。二人の趣味がどちらもこう男性っぽくとか女性っぽくってならないっていう中間のところで、すごく可愛らしい要素もあって、かつこう落ち着いた雰囲気なので、 これからの長い人生の中でずっと楽しんでいけるようなインテリアっていうところで、北欧のインテリアがすごく私たちには合っている気がします。自然と今考えると家の中の雑貨というのがリサランソンのものがすごく多くなってきてる気がします。理由としては、落ち着いたデザインと色味というのが、我が家のインテリアの雰囲気に合っている。一方で北欧らしい可愛さであったりほっこりした部分っていうのが、あるので、すごく気に入っています。我が家には時計がなく不便を感じてはいたのですが、なかなか気に入るデザインに出会えず、やっと去年憧れのヤコブセンデザインの時計に出会いました。シンプルな文字盤とデザインがとても気に入っています。こちらはアルネ・ヤコブセンのものなんですが、文字盤のとてもすっきりとしたシンプルな感じと、このコロッとした丸いフォルム、そして、引き締めてくれるような黒い色というのが気に入っています。家ではリラックスして過ごしたいということがあるので、あまり時間を気にしないで過ごせるように、時計はこちらの小さなものしか置いていません。デンマーク画家ジャック・カンプマンのリトグラフは長年探していたもので、デンマークで個人で買い物代行をしている方にお願いして購入していただき、海外から送ってもらいました。玄関に北欧風の雰囲気を決定づけてくれたお気に入りのアイテムです。とても憧れの品だったのでずっと探していたのですが、やっと見つけることができて、色味も落ち着いているんですが、とても温かみのある絵なので玄関に飾るにはぴったりかなと思います。はい、こちらは、クロッケンのプランターになります。他の家具、ヴィンテージ家具と合わせたようなデザインにしたんですけれども、こちらは現行品のものです。植物、好きな植物を入れてリビングに置いているので、間近で日々植物の成長を見られたりとか、お花が咲いたりっていうのを見られるのがすごく楽しいなというふうに思っています。植物以外にも以前はここに本をインテリアとして置いていたりとか、植物を入れる以外の楽しみ方もできるかなと思います。コペンハーゲン在住のアーティストライゼディッチ・アブラハムセンさんのポスター、壁に何かアクセントが欲しいと言って何をいくつ飾るかで悩みに悩んで3つに決めました。また配置もかなり試行錯誤しました。こちらはライゼ・リッチ・アブラハムセンのものなんですが、家の家具のインテリアとか色味にあったりとか、あとはグリーンに合うものということで、たくさんある種類の中でこの3点を選びました。飾る位置に関してもこうまっすぐ並べないことで壁に抑揚が出てリズム感が出るので、すごく気に入っています。デンマークのデザイナーのハンス・J・ウェグナー、
カイ・クリスチャンセン、J.L. モラー、グレーテ・ヤルクの作品が好きです。北欧ヴィンテージの家具は買うときはなかなかいいお値段がしますし、一大決心が必要なのですが、大切に使えば決して価値が落ちません。こちらのダイニングチェアは J.L. モラーのもので、最初は、座るシートの部分が布張りだったのですが、玄関の雰囲気に合わせてペーパーコードに張り替えをしてもらいました。はい、こちらはカイ・クリスチャンセンのペーパーナイフソファーです。アームの部分がペーパーナイフのように薄い美しい形になっているので、横から見たフォルムがすごく綺麗です。こちらも、初めに購入した時とはクッション部分の生地を張り替えて、グリーンの色にしました。こちらはデンマークのヴィンテージの家具です。天板がチーク材、足がオーク材の違った木を使っているところが特徴です。お客様をお迎えするときにはこのように天板を長くすることができるので、通常は4人掛けのテーブルですが、最大6人まで座ることができます。